はい、トムでーす。今日はあの野球で有名なね、イチロー選手についてお話ししたいと思います。イチロー選手について間違った先入観があるんじゃないのかなと思いますんでね、それについて今日はお話ししたいと思います。その前に僕日々たくさんの雑学や投稿の方を上げてますのでね、そのたくさんに埋もれてしまう前に保存ボタンの方をよろしくお願いします。それが僕の応援につながるからね。実は一郎ね、鈴木一郎って言うんですけども、一郎一郎って言うとみんな長男だと思ってるでしょ。実は次男なんですよ。次男次男。ついでにじゃあ長男のね、お兄ちゃんの名前も教えておきましょう。お兄ちゃんの名前は鈴木和康なんですよ、デザイナーのね。そしてさらに鈴木って名字の人はね、先祖辿っていくと全員ね一緒で、年に1回鈴木さんが集まって鈴木サミットってのも行われてんですよ。そんな感じでした。ちょっといっぱい盛り込んじゃった。そんな感じでした。